絵本です。イワシくんに起こる出来事が1ページずつシンプルに描かれています。量によって海から食卓へ生き物が食べ物になり、体の一部になるというまさに食育。自然の摂理やいただきますの精神を感じることができる。シンプルで心に残る絵本です。そして、